今までネイリストさん向けに講座を販売していたんですけど、これから講師育成の高額の講座を行っていくという状況でした。入学して1週間で190万円、これまで340万円の売り上げを出すことができました。皆さんこんにちは。こんにちは。今回はネイリストビジネス講師をされている山内さんが入学1ヶ月目で340万円の売り上げを上げられた秘訣についてですね、具体的にポイントを伺っていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。現在の活動内容を教えていただけますでしょうか。現在はネイリストを20年サロン経営14年やっている中で、ネイリストのビジネススクールというのもやっています。サロンや講師アドバイスっていうのを300名以上の方にさせていただいていて、私がですね、男の子3人育てている中で、子供との時間っていうのも犠牲に月100万円を売り上げていくネイリストさんを増やしていきたいなと思いまして、ビジネススクールや技術を持ってるけど次のステージに行けないネイリストさん向けにネイルケアの講師という道の講師育成の講座っていうのもさせていただいております。現在山本さんご自身もサロンをやられながら、同時にネイリストとして活動しているけども、ゆくゆく講師業としてオンラインビジネス参入していきたい方に向けた講座の作り方だったりとか、講師業のなり方っていうところを教えていくような、そういった講座を運営されていらっしゃるということですね。入学前と後の変化っていうところも、ね、聞いていきたいんですけども、講師養成講座の方の売り上げだったりとかも含めた入学前の状況っていうのはどういった感じだったんでしょうか。入学前はですね、講師の育成をしていくっていう、今までネイリストさん向けに講座を販売していたんですけど、これから講師を育成していくっていうフェーズに入り、モニター生さんが1名だったんですけど、これから講師育成の高額の講座を行っていくっていう状況でした。高額商品をこれから販売していきたいっていう、そのスタートラインっていうところからですよね。この入学後の具体的な変化というところも教えていただけますでしょうか。入学して1週間で190万円の売り上げを成果とさせていただいたんですけど、入学して1ヶ月になるんですけど、これまで340万円の売り上げを出すことができました。素晴らしいですね。入学1週間で190万円、そして1ヶ月で340万円という売り上げを上げられた、その秘訣っていうところも具体的に聞いていきたいと思うんですけども、クロージングの資料のアドバイスを北野さんから細かくいただいたんですけど、もともとクロージングに関しては得意な分野ではあったんですよ。得意な分野ではあったんですけど、より細かく北野さんからもうちょっとこうした方がいいよとか、ここもうちょっとこういう風に言い換えた方がいいかもしれないよとか、細かいものを教えていただくことで、今までよりさらに精度が上がった資料作りができたっていうところで、私自身安心して挑めたっていうところもありますし、精度が上がったっていうところ良かったですね。実際プレゼン資料とかも、どういう文言だったりとか、伝え方の順番だったりとか、どういう図を挿入した方がいいのかとか、そういった意味の制約率ってかなりね変わってきたりしますので、生命線ともいえるプレゼン資料、クロージング資料っていうところもしっかりと固められたっていうところがね良かったところですね。今こちらに出ているのが山内さんのインスタグラムなんですけども、こちらもともとですね、ネイリストさん向けにネイルケアであったりとか、そういった発信をメインでされていたんですけども、これを入学後方向性を講師育成だったりとか、ネイリストさんがビジネス講座で講師業として成功するための方法という風な切り口のコンセプトにちょっとずつ切り替えをしていって、昔はネイルメインの投稿だった状態から、最近は画像に文字を入れていくような形で統一感を出して発信をされていらっしゃるという形になります。コンセプトが変わるとアカウント作り直した方がいいんじゃないかという風に一般的に言われることも多かったりするんですが、山内さんの場合はターゲット層がネイリストであるということはね変わりはなかったので、途中からコンセプトだけ変えて、同じターゲット層にちょっとずつネイルケアから講師養成の方に内容だけをシフトしていくという形で今発信をされています。現在インスタグラムに意識しているところとかも聞いていきたいと思うんですが、投稿自体は山内さんご自身で今作られていらっしゃる感じでしょうか。投稿自体は私が作っています、写真プラス文字という形で見やすく綺麗に作られていると思うんですが、これもキャンバで作れるって感じですか。投稿自体は私が作って考えているんですけど、動画だとか、はい、カバー写真だけは外注さんにお願いしています。インスタ運用でもどっからどこまで自分でやって、どっから外注するの結構迷われる方も、ね、いると思うんですが、ビルとかはご自身でキャップカットでテロップを入れて編集をされていて、カバーだけ依頼をされている、そういう使い方もありですよね。外注さんにお願いする時も丸投げっていう形だと、なかなかこれっていうものがなかったりとかするので、スキルだとかノウハウっていうのを知った上で外注できると、自分の一番納得いくものができるなっていうのはすごく実感しています。本当にそうですよね。実際にインスタの運用のポイントとかをある程度知ってるからこそ、文字の部分もうちょっとこういう風にしてもらえますかとか、タイトルこっちじゃなくてこっちにしてもらえますかっていう指示ができたりするっていうこともあるので、外注さんに対してどういう指示を出していくかっていうのも重要だったりします。もちろんね、生産の中ではご自身で、ね、キャンバーで、ね、投稿を作られている方もいらっしゃいますが、山内さんの場合ライブをまめにされている印象があるんですが、インスタライブとかで意識されているポイントとかももしあれば教えていただけますでしょうか。インスタライブはですね、すごく苦手だったんですよね。踏み出すまでに勇気がいったというか、ずっとやり
りたいなとか思ってたんですよ。2年ぐらいうじうじしていて、インスタライブが大事だよなっていうのは自分の中で分かってたんですけど、継続的に決めてやるっていうことが勇気がなくて、友達するだとか、うまく喋れるかなとか、誰も来なかったらどうしようとか、いろんな不安がある中でうじうじしてたんですけど、ここに入学して北野さんとお話をさせていただいて、やろうっていうふうにちゃんと自分で決めてやり始めたんですけど、その中で自分の目標を決めて、見てくださってる方とコミュニケーションを取っていくことを一番最初に目標にしてたんですね。そうしたら今までやり取りをしなかったフォロワーさんとも出会えたりとか、いろんなお声をいただいたりとか、嬉しい言葉をいただくことが増えたので、すごく温かい場を私自身がもらっているなっていうのを感じていて、自分がライブをやって元気になったりとか、勇気づけられたりとかっていう風に思うようになりました。素晴らしいですね。インスタライブやってくると少しずつ視聴者の方が増えてきてくれたりとか、固定ファンの方が増えてくると毎回応援しに来てくれたりとかいうのがあるので、最初は数を追わずに続けていくってことが大事かなというふうに思います。インスタのリールですね、最近トークリールをメインで上げられてると思うんですけど、リールで意識してるポイントとかはいかがでしょうか？トークリールを初めてトライしたっていうのが入学した時に実践したんです。今まではテロップリールっていうものをやったことはあったんですけど、トークリールだとかアフレコリールっていうのを今までやってこなかったものをやってきて、周りから反応があったんですよね。今までやってこなかったものを実践すると、あみちゃん変わったねとか、発信のやり方すごいねとか、いろんなお声をいただいているんですけど、その中で北野さんから教えていただいた、聞き手がストレスないように細かくカットしていくだったりとか、文字の入れ方とか、自分の見せ方とか、いろんなことを教えていただいたものを、最初はうまくできなかったですけど、できる限りでやってみたっていう感じで、今も実践中って感じです。素晴らしいです。トークリール始めて1ヶ月というねところだと思うんですが、いろいろ挑戦されていて、編集とかもね、ご自身でキャップカットで試行錯誤しながら綺麗にリールとかも、ね、できているので、こうやって国の的に慣れなので数をこなしていくっていうところも大事かなと思います。次ですね、改めてセールスとか商品提案で意識しているポイントなどもあれば教えていただけますでしょうか？売れなかったらどうしようとか、いろんな不安あると思うんですけど、私の中で意識してるのは、無理やり自分の口座に売りつけないだとか、無理に来てもらおうと思わないっていうことを心がけています。お話しする方にとって本当に必要だなって思ってもらえるように話をしていったりとか、その方がこの講座を受けて未来がワクワクできるような、そういう見せ方をするのを心がけています。ありがとうございます。講座説明とか案内とかだと、事実とかカリキュラムの内容をひたすら喋っちゃうっていう人がいるんですけど、それだと未来って見せられるの難しくて、その先の未来とかお客さんにとってどういった結果得られるのか、ベネフィットの部分を訴求しているってところを意識しているってところですかね。話している中で受けたいとかもワクワクしている状態で、内容ってその後の付加価値みたいなそれくらい感じになってきているので、こういうのあるよ、それがあるんだね、安心したぐらいの形になっている状態ですね。その他、講座運営とか商品設計で意識しているポイントなどはいかがでしょうか？この商品絶対最高でしょうって自分の中で自信を持ったものを作るっていうのを意識して作っています。まさに本質なんですけども、情報発信されてる方、もちろん全員が全員ではないんですけど、リールとかフロント派の発信はすごいのに、商品の方が見劣りしちゃうっていうパターンとか、商品が手抜いてたりするっていうね場合だと、顧客満足度が下がっちゃったりするんですが、山内さんの場合とかは発信もさることながら、その後のバックエンドサービスの力を入れて作り込まれているというところで、顧客満足度が上がってくると、満足度からそこから口コミが伝染してったりとか、何かしらの形で山内さんがまた別のサービスを出したとしてもリピートしてくれたりとか、計り知れない恩恵があるので、商品設計とかを手間をかけて作り込んでいくとか、強化していくっていうのはビジネスにおいては一番重要なポイントだったりすると思うので、少ししっかりと手を抜かずに咲いていらっしゃるというのは素晴らしいなというふうに僕自身も感じますね。ありがとうございます。次ですね、弊社学科にご入学いただいて良かったことだったり、弊社集客学科のおすすめポイントなどあれば教えていただけますでしょうか？ SNS の集客学科っていうことだけあって、 SNS の細かなやり方っていうのは北野さんから教えていただくことがあります。コンテンツの内容もめちゃくちゃ充実していて、そこまで教えてもらえるっていうところまですごく細かく教えてもらえることは本当に良かったなっていうふうに思うんですけど、それ以外にもオフ会を私は行かせていただいていますけど、オフ会で経営者の方たちとお話ししている中で、集客学科以外の決済リンクのおすすめだと、受講生さんとのやり取りだとか皆さんお話ししていて、普通の講座の中では教えてもらえないような会話だとか情報を得られるので、そういうところも良かったなって思います。ありがとうございます。弊社のね学科とかだと、法人化されてる経営者の方もいらっしゃる、個人事業主の方とか、これから商品作って起業していきたいって方とか、いろんな方も、ね、いらっしゃるんですけども、契約書の作り方とか決済リンクだったりとか、細かい部分って、ね、どうしていけばいいのっていうのは最初は戸惑っちゃう方も多かったりするんですけど、気軽に相談できるような環境っていうのが整っていたりするので、ビッグコースのみオフ会っていうのがついてたりするんですけども、こういったリアルな交流っていうのも大事かなっていうふうにも思います。なら絶対ビッグコースですよねそうですね、ビッグ選べる方が割合としては多かったりするので、ビッグは結構おすすめかなっていうところは、コースが2つあって、実践コースとビッグコース両方あるんですけど、どちらも素晴らしいコースなんですけど、強いて言えばがっつり本当にやっていきたいっていう方に関してはビッグコースをおすすめしたいなというふうには思います。入
学前に絶対入るなら VIP って決めてました。そうですよね、 VIP 一択みたいな形でおっしゃられてました、ありがとうございます。最後ですね、この動画を見てくださってる方で SNS マーケティングをこれから始めていきたい、一歩踏み出していきたいという方だったり、弊社学会に入学検討されていらっしゃる方とかもいると思うんですけど、そういった方々に向けて山内さんから最後ちょっとメッセージいただければなと思うんですが、入学して良かったことだらけなんですけどSNS 発信の仕方わかんないとか、細かいところでつまずいちゃう方って多いかなって思うんですよね。今無料の情報だとかが溢れ返っている中で、いろんなねノウハウって自分で調べてやろうと思えばやれるんですけど、私の場合どうしたらいいのだとか、もっと手前で困っていることあるよだとか、私パソコンとか機械めちゃくちゃ音痴なんですよ、いろんな作業だとかで手前で戸惑っちゃうことあるんですけど、そういうこととかも北野さんの人柄で聞きやすい環境だったりとか、一歩ずつ自分のレベルで成長していけれるっていうのはすごくありがたいなと思ってますし、無料の情報とかじゃなくて細かい深い精度の高い情報をいつも浴びれれる、自分の中でインプットできるので、私自身講師活動をしているので、この先の受講生さんにもそうやって自分が自体験してすごく成果が上がったなだとか、良かったなって思えるものを生徒さんにシェアしていくことも私自身ができているので、自分の成長もだし自分の周りの方の成長にもつながっているので、本当に入学して良かったなと思いますし、講師としてのあり方っていうのを北野さんから学ばせてもらっているなと思います。受講生さん同士のこの横のつながりっていうのも、私の求めている感じ、応援し合える形っていうのも魅力的だなと思うので、そういうコミュニティとかもね、私も作っていきたいなと思うので、入学して良かったなと思っています。ありがとうございます。山内さんにいろいろインタビューにさせていただいたんですけども、最後にですね、山内さんのインスタグラムとそして LINE 公式アカウントもね、動画の概要欄の方に貼っておりまして、これ LINE もインスタも両方ともねすごい勉強になると思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただけたらと思うんですが、特に今山内さんの LINE に登録いただくとプレゼントがもらえるということで、こちらに関しても簡単にどういったプレゼントがもらえるのかというところも説明いただいてもよろしいでしょうか。サロン経営に依存せずにネイリストが月7桁目指すロードマップの動画とプラスで豪華5大特典をプレゼントさせていただいております。すごい豪華で盛りだくさんで特典がもらえるということですので、概要欄から山内さんの LINE チェックしてみていただけたらなというふうに思います。本日は対談動画で最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回も動画を最後にご視聴いただき本当にありがとうございました。最後に私から特別なご案内があります。下の概要欄からこちらに出てる私の LINE 公式アカウントに登録いただきますと、僕自身が今まで4年間で累計14億円売り上げてきた SNS マーケの本質をまとめたこちらに出てる豪華11大特典っていうのをプレゼントさせていただいております。それでは一つずつ詳しく見ていきます。1つ目、毎月2000万売れる SNS× ライブ動画マーケティング徹底解説講義動画。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善徹底解説動画講義。3つ目、文字だけでバズるリールショート動画集客完全講義動画マニュアル。4つ目、問い合わせが爆増する LINE リッチメニューの作り方徹底解説講義マニュアル。5つ目、 SNS マーケで高額商品が爆売れする魔法のテクニック大公開完全講義動画マニュアル。6つ目、月100人集客できるインスタライブ集客完全ロードマップ。7つ目、業界最先端のインスタ集客ノウハウを詰め込んだインスタグラム超集客を電子書籍。そして8つ目、一番優しい LINE でステップメール配信術電子書籍。9つ目、プロが教える5ヶ月でインスタ1万フォロワー増やすインサイト分析完全攻略講義動画。10個目、インスタインサイト分析の自動計算テンプレシート。そして11個目、 LINE× インスタ超集客をプレミアム攻略セミナー。通常参加費1万円のところが無料で参加できるプレミアム参加チケット。これら豪華11大特典を無料でプレゼントさせていただきます。こちらね、11大特典なんですけども、ぜひ概要欄から私の LINE に登録いただいて、こちらに出ている11大特典とですね、そのままメッセージを送りいただけましたらプレゼントがね自動で届きますので、ぜひこちらを手に入れて、ぜひ皆さんの売上アップそして集客を加速させるためのヒントとしてね、ご活用いただけたら嬉しいなというふうに思います。それではね、これからも日々有益な情報をどんどんお届けしていきますので、これからの動画もぜひ楽しみにしていただけたらと思います。それではね、今回の動画も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。